やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。腹減ったらチキンラーメン食うか。いや、チキンラーメンのさ、ちっちゃいやつ知ってる？あれでいろんなトッピング試すわ。一口目が一番うまいじゃん、チキンラーメンって。ぶっちゃけその概念ぶち壊すわ。今日はね、チキンラーメン祭りをしようと思って。最近食いすぎなんだけどさ、俺もうなんか頬こけちゃって一回太んないといけないんだよね。でも体脂肪率それ9なんだよね。9はやりすぎ。俺最近爆食いしてもさ、もう増えないのよ、筋肉多くなっちゃって。そう、代謝が上がったんだよ。俺飯食っても太んなくなったんだよね。ね、今回はちょっとね、マネージャーの2期に来てもらって、俺食べる係、2期に全部作ってもらうわ。俺いつも言ってるんだけど、食っていうのはね、戦いなのよ。胃に落ちたら満腹中枢が刺激されるの。胃に到達する前に食べ物を詰め込まないといけないんだよね。どん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 、なるだけ今日は食いたい。はい、というわけで今からチキンラーメン祭りをしていこうと思います。はい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 、いろんなチキンラーメン買ってきてあります。案件ください。案件ください。案件配信みたいになってるけど全然案件じゃない。じゃあ普通のチキンラーメンからお願いします。今回多分、何通りかの、その、トッピングを試していくんだけど、美味しくなかったらブーするんで。なんか懐かしいなんだ。ほら見て。これ謎のグッズ。スタンビ6万人の時のコップ。持ってる人いるかな？俺グッズってさ、ほぼ出してないんだけど。これ持ってる人マジでやね。というわけで、いただいていこうと思います。まずは、一つ目、こちら、チキンラーメン。もうちょっと待ってて、卵でかすぎ。まずはこれから食していくと、チキンラーメンを思い出すと。なんでこの企画をやってるかっていうと、チキンラーメンってぶっちゃけて言うよ。毎日食わないじゃん。たまーに食うでしょ。たまーに食った時の変化球、どれがいいかっていう最適解、お前らに教えたいわけ。それではそろそろですかね。ちっちゃいんでいただきましょうか。オープン。チキンラーメンの香り本当に久々聞いた、はい、嗅いだわ。駄菓子やん。あっちい。いただきます。ちょ、熱いね、体。うん。うまっ。安定してうまい。安定してうまい、これは。そうだね、この味だよね。本当にたまに無性に食いたくなるよね。なんでなんだろうね。美味しいんだけどね。ちょっと飽きんの。俺は、なんか結構同じものをずっと食べていけるタイプだから、飽きないタイプなんだけど、そんな俺でもちょっと飽きちゃう。シンプルすぎるがゆえのね。はいはい、丸バツね。そりゃそうですよ。これは美味しい、そりゃ。胡椒あります？ん？胡椒？ない？ちょっとわかんないわ。あの、料理配信のたびにさ、俺調味料新しいの買ってきてさ、調味料だけは無限にあるんだよね。どこに何があるかわかんねえんだよ。もう調味料めっちゃある。冷蔵庫の中になんかおたふくソース3つぐらいあるしな。来た！来ました！こちら何でしょうか？こちら。はい。
海苔と卵のチキンラーメンでございます。海苔と卵のチキンラーメン、え、すごい、すごいよ、ほら海苔満載、うまそう、うまそう、いただきます、いただきます、いただきます、あれ、味自体が洋風のような方向性だから、和のなんかだしの味みたいな、磯の香りみたいなのが入るとちょっとマッチしてない、ちょっと渋滞しちゃってるね、味が。来ました、ちょっと印刷見せてあげてください、それ。うーわ、すごいね、ちょっと変化球にも程があるね、なかなか。これはあれじゃない、まさかカルボナーラじゃない。はい、はぁ、じゃあチキンラーメンアレンジ豆乳カルボナーラとなっております。なっております。上の卵を崩してソースと絡めてから、チーズも、あざす、あ、チーズも、じゃあチーズは後でからしようかな。うん、うん、うまい、うまいわ、うまい、すごくうまい。このな、チキンのな、ありすぎる塩味をな、豆乳とかでさ、マイルドにしてあげないとね。これおすすめ、チキンラーメンカルボ合うんだ。そうだよな、まずいわけがないよな、おいしいね、このチキンラーメンのこの洋風な味にぴったり。豆乳いい、まろやかにするのがやっぱりキーなのかもしれない。あと単純にベーコン美味しい。いや、ちょっとね、俺がカルボナーラ好きってのもあって、普通に食べるよりも俺は好きだった。これ、袋が、は？何これ？ゼロ秒チキンラーメン。そのままかじるよ。何これ？いただきます。ベビースターベビースターのさ、問題点って言っちゃあれだけど、やっぱネックな子にとってさ、飽きるとこじゃん、3倍飽きる。でもなんか癖になる気はするね、たまに食べたくなりそう。湯かけ気にしな、うえ、はい、あら、なんか何？ゼロ秒チキンラーメンの油そば風でございます。油そば？ゼロ秒チキンラーメンで作ったの？いろんなそのなんか景色が見えちゃうのがいいね、チキンラーメンね。油そばいただきます。うわー、うわー、うまー、これこれ、ネギ食ってみ、食ってみ、うまいな、うまいね、うんうんうん、うまいね。なんかカルボナーラとかはちょっとごまかし感はあるんだよね。でもこれはちゃんとチキンラーメンの上を行って美味しさをしてる。やった方がいい、マジで。これカルボナーラとか他のやつはやった方がいいかっていうとうんなんだけど、これはやった方がいい。これ作るの簡単だった？はい。あ、そう。100ml ぐらいのお湯でふやかして、うんうん、でそこにラー油とニンニクと、うん、あとネギを散らすだけです。こんなに変わるんだね。おいへー。暫定全然1位。
おすすめ、やってみて。うわ、それはちょっと不安だね、俺は。俺は不安だけどね。カプレーゼ風チキンラーメンになっております。粉チーズと、もう麺のさ、ほら色がもう変わっちゃってるもんね、トマトソースで。いや、もう完全イタリアンの香りがしてる。うわー、すごいな、すごいな。ニキ、一回一回量がどんどん増えてってるよ。どん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 増えてってるよ。いっぱい分あるやん、これ。確かにカプレーゼではある。カプレーゼではあるんだけど、今までのね、俺が食べてきたものには、チキンラーメンがいたんだよ。どっかしらにチキンラーメンがいたの。いない。チキンラーメンじゃなくて良くなってんだよ、俺。あと、量はいくね。ニキ、ちょっと食べてよ、俺。どんだけ量なんだよ。いや、ウツボさ、お手伝いさんにさばいてもらおうと思ったんだけど、ウツボ見たらテンション上がっちゃってさ、お手伝いさんが家に持って帰った。ウツボとイカ。え、すごいねーって言って、お写真見して1メートル10センチ超えて持ってるやつ見したら、すごいよねーって。持って帰っていいって言うから。あ、いいですよ。はい、来ました。早いね、ペースが。悪くないよ。チーズスンドゥブチキンラーメンでございます。スンドゥブ、韓国料理ってあんまり食べないんだけど、スンドゥブってどんなんなんでしょうか。いただきます。スンドゥブ、うわ、濃ゆいね。カルボナーラよりも圧倒的に重さを感じるね。逆なんだよ、さっきと。チキンラーメンも直で行き過ぎてるし、チキンラーメンの塩分をチーズが加速させちゃって。ニキ、ちょっと行ってみ。ねえ。来た！これは何でしょうか？タイ風チキンラーメンです。タイ風？すごいよ。ほんとにワールドツアーですよ。まあ、世界旅行してる最中だから俺。さっきスンドゥブで韓国の後ですよ。タイに来ちゃったってわけ。いただきます。やべえ、ちょっと待って。口がバカになってる。全然わかんねえ。こういうふうに食べてきた。一旦ね、お水を。これやばいかもしんない。これほんとしょっぱすぎてマジでバカになってるわ。こんなこと、え、こっちのお家？もうなんか普通のチキンラーメンよりも味が半分ぐらい薄いんだけど。ナンプラーがどこにいるか感じない。今パクチー食べたけど、パクチーがギリあったぐらいだもんね。まあ、やってるわ俺。チキンラーメン食べすぎました。最後ちゃんと味濃い、がっつり味濃いです。オッケー。もう見た目から濃い。ちょっとでいいよ。ちょっとでいいよ、ニキ。まあ僕、レシピ通り作るだけなんで。いや、違う、レシピ、そんなに言えよ。いや、そこら辺考えてくれよ。見て、俺のポンポ。ほら。これ、わかるかな？何？何？何？おー、こちらでございます。あんかけだ。あらら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 ら、すごい量だね。
うおお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 うわぁ、うめぇけどなぁ、危険ラーメンじゃなくていいなぁ。あぁあんまそうか。いやぁ、イメージで言うとカレーの中がチャーハンみたいな。あんかけを味わおうとするとチンラーメンが邪魔してきちゃうかな。第1回。第1回。チキンラーメン、食べ方王選手権、ランキング、つけていこうと思います。もう1位は俺の中では不動です。油そば。やってみてほしい。油そばがぶっちゃけ、強すぎたかな。これおすすめ。味が濃ゆくていいしね。これに関して、油そばに関しては。はっきり言って、ランキングって言っても、油そば、王道の卵、ブルルルカルボナーラとか、その他。ぐらい。そうですね。レシピが気になる方は、ディスコードに、貼っておきますんで、見てみてください。私、血糖値が、今、血圧と血糖値が大変なことになってますんで、眠いです。このまま寝ようと思います。食べるときはね、塩分の量を気をつけて、水分と一緒に、チキンラーメンを食べましょう。というわけで、スタミジャパンの配信でした。お疲れ様でした。またお腹いっぱい食べちゃったんだよ。さようなら。